伊藤ゆかりは日本の女性歌手、女優。本名、伊藤信子。東京都品川区出身。父親は沖縄県出身。関東学園女子高等学校卒業。1960年代から1970年代にかけて一世を風靡した和製ポップス歌手の一人。現在も現役歌手として音楽番組への出演やコンサート活動のほか、 女優としても活躍中。伊藤ゆかりは、五表記。幼少期から、新中軍キャンプで歌い始め、11歳の時、片身の十字架、クワイガワマーチで、キングレコードより、本格デビュー。その後、一時芸能活動を休止するが、渡辺プロダクションに移籍し、活動を再開。ポップスを得意とした、中尾見え、そのまりと3人で、スパーク3人娘を結成。 シャボン玉ホリデーや歌え、一億に出演し、知名度を全国区にした。1967年にリリースした小指の思い出は爆発的なヒットとなり、その後も長く歌い継がれている。その後も恋の雫、朝の口づけ、知らなかったのと立て続けにヒット曲を飛ばした。この頃、巨人軍選手の柴田勲夫との交際が話題となり、 一時は、柴田との結婚話まで浮上した。1969年には映画、愛する明日に主演、同年、第20回 NHK 紅白歌合戦の赤組司会を務めた。1970年、シングル、結婚を最後に渡辺プロダクションから独立。1971年に、誰も知らないがヒットするものの、大手プロダクションの後ろ盾を失った、厳しさや、 結婚、出産、離婚の経験。さらには、スパーク三人娘の自然解散や、新三人娘、花の中山トリオ等の後輩歌手が台頭してきたために、その後は一時的に低迷する。しかし、1977年から1981年までメイン司会を務めた TBS の音楽番組。 サウンドイニエスが一つの転機となり、大人の歌手として再評価されるようになる。この番組は彼女が得意とする洋楽を中心とした構成で、時には自らもゲストとデュエットしつつ、エンディングでセラ・ユズルのピアノに乗せ、スタンダードナンバーを歌い上げていた。同番組は2007年まで CS 放送の TBS チャンネルで再放送された。 この他にも単独での出演のほか、近年は上記のスパーク三人娘でのツアーのほか、揃ってテレビ出演することも多くなってきている。全部は歌手で俳優の佐川光夫で、その間に生まれたじ娘が歌手の由美。所属レコード会社は、キングレコード日本コロンビア、ビクターインビテーションレーベルアルファレコード、キングレコード、ユニバーサルミュージック BMG ジャパンを経て、 現在はフリー。所属事務所は小沢音楽事務所。2010年より夢みな。が。2019年より株式会社ビバリーメディアアイランド。歌手生活60周年を迎えた2013年4月20日には渋谷の大和田桜ホールにてコンサートを開催。MJQ のデビッド・マシューズをプロデューサーに迎え、歌手生活60周年記念アルバム、メモリーズ・オブ・ミーを。 同年4月3日にリリースした。テレビ朝日系列、鉄子の部屋では、2010年10月13日に、娘の由美と共演、二人でデュエットソングを披露。それから7年後の2017年8月25日には、全部、佐川と由美の三人で出演。1年後の2018年7月16日にも三人で仲良く再登場。さらに、 翌2019年8月5日は、スパーク3人娘の、そのまりと一緒に出演した。カバーアルバムオリジナルアルバムライブ、アルバムベストアルバムほかほかほか。ありがとうございます。